何度もミュージックビデオ撮影ということで、今午前中の撮影がちょうど終わったところです。キャストでスペシャルな女優さんに来ていただいてます。上田美沙夫さんです。はい、上田美沙夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は、ね、大学が同じということで、はい、僕の一個上の先輩なんですけど、なんと学科まで立教の心理学科自分のことで精一杯で見えて、ありがとうございます。どうでしたか、ちょっと午前中のシーンは、まあ、少しだったんですけど、こういうちょっとローカルな感じの駅で撮らせていただいて、自分を育てたんですけど、もう終始自然体でもういるままで撮っていただいたんですけど、それでもうほぼほぼ OK だったんで、あんまり役のない映像をやらせていただくことってわりかし少ないので、1日かけて自然体で撮れるっていうのすごい楽しみだなと思って、他の撮影も楽しくやらせていただきたいと思います。ありがとうございました。ここは午前中の撮影は須賀川駅の、周辺でちょっと、行わせていただいたんですけど、須賀川は実は僕の母の出身地なんですよね。ということで、ちょっと今日はゆかりのある地でいろいろ地元を回って、地元の景色と風景を、ね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思って、頑張ってお父さんと一緒に撮っていきたいと思います。じゃあ午後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、午前中の今撮影中です。僕のシーンはこれからなんですけど、今上田さんメインで、まあちょっとね、地元に帰ってきた的な絵を撮ってます。すごいここから見晴らしが良くって、ちょうどね、線路もありますし、すごいいい景色で撮れてるんじゃないかなと思います。天気がこのまま持ってくれることを願います。ではまた。ちょっとスタッフ感出ちゃうかな、この太陽です。今、ロケで地元の福島の郡山に来てます。先ほど街頭インタビューをね、ちょっと突撃で、していただきまして、福島中央テレビさん、多分ね、夕方のゴジテレって番組だと思うんですけど、インタビューで少し映るかもしれないので、ぜひ、福島の方はチェックしていただけたら嬉しいです。ぜひ中テレ見てね、太陽だよ、ありがとう。思い描く理想の自分には慣れてなくても夢だけ諦めないで、まだ早いもダメだなんて、あの卒業文集に書いたよ、ありのままの気持ちを思い出して、帰らんことにしたとか、うん、まあ、そういうニュアンスがあれば、はい、あ、やっぱ帰らんことにした、ごめん、やっぱ帰んないわ。あ、そこのね、もしもしから入りましょうか。もう一回電話してるっていう感じ。もしもし、やっぱ帰んないわ。もしもし。真っ白な紙に将来の夢を書いた。喜び、悲しみ、優しさ。巡り巡る
で時は流れてく。一歩踏み出せず見てた世界は画面越しじゃ伝わらない。飛び出してくる最新映画みたいに感じることもできなかった。嬉しくて流した涙は本気で生きてる証。ここのロケも順調に進んでます。このまま天気が持つといいですね。懐かしい7中よし、じゃあ上シャツに着替えて着替えます。よし、ポケがじゃない気づいたんだ。ありがとうありがとう何度も心から思えたから、ああもう怖くないよ。世界の広さに気づけなくて、もっと早く始めれば、もっと上手くなれてれば、そんなこと考えてたらまた今日が終わった。あの頃の僕は何やってたんだろうな。自分のことで精一杯で周りも見えてなくて、親を泣かせて友は失って、それでもこんな僕を支えてくれる人へ、君のラテ、君のラテくれるなら僕頑張るよ。福島のロケがただいま終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。結構長丁場で朝からだったんですけど、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。で、なんかいろんなこの学校の風景の中で懐かしい絵が撮れたんじゃないかなと思います。またちょっと真面目になっちゃうね、ちょっとふざけようかね。じゃあ今日は
何をされたんですか、最後のシーンは。あれは今日最後のシーンは、はい、白い布を持って校庭で踊りました、うん、踊ったんですか、はい、おーどんな絵が撮れてるんでしょうね。福島の舞を、福島の舞をだいぶ激しいことやってましたけど、こういうちょっと楽しみな絵をね、どんな絵に仕上がるのか楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。これから、我々令和東京に戻って、最後のね大事なシーンを撮って、本日のロケ終了ということになりますので、もうちょっとね、続きますけど引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ福島からは以上でした。ありがとうございます。はい、こんばんは。もうすっかり夜になりました、無事に東京駅に着きまして、そして一日のロケが終了しました。お疲れ様でした。本当に朝早くからお疲れ様でした。今日はありがとうございました。今日はね、学校もののストーリーということでね、ちょっと田舎に帰って、そして東京に戻ってくるみたいなざっくりした流れだったんですけど、ちょっと移動距離もありつつ、いかがでしたか。やっぱり東京駅から出て福島まで行って、また東京駅に戻ってくると、なんか違った形に人混みが見えたりとか、大きい駅も全然、やっぱり駅が違うだけでこんなに違うんだっていう、距離違って、都心と田舎でこんなに違うんだっていうので、私東京育ちではあるんですけど、やっぱりもう地方の方から出てきた人々の夢だったりとか、やっぱその熱意があるから夢を追いかけられるんだなみたいな気持ちを少し感じれた気がして、とても楽しかったです。ありがとうございます。本当に最後まで素敵なコメントをいただきまして、僕もほぼ歌うシーンだけだったんですけど、久々にね母校に帰りまして、なんか小学校5年生からこう歌手になるっていうのを目指し始めたんですけど、その中学校であの時からすごい歌を目指して頑張ってたなっていうのをすごい思い出して、なんか懐かしい気持ちになりつつ、そしてそれをさらに上田さんがこう役者としてね、ライブにしてくださったような素敵な作品に仕上がったんじゃないかなと思っております。これから完成が楽しみなんですけどね、ぜひ皆さんもたくさんチェックしていただけたら、幸いです。ということで、なんのミュージックビデオありがとうございました。ありがとうございました。上田美沙さんでした。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でした。笹山太陽、何度も見てね。